のステージが始まるよ。みんなせーのーせーの LOVE としまーラビありがとうございます。今
番聴いていただいた曲は食べたらガンマでした。ここでメンバーの自己紹介をしたいと思います。はい、高校1年生16歳リーダーのあゆかです。あゆか、高校1年生16歳になりました、ことのです。ことのおめでとう。次は2曲続けて聴いてください。桜果実。
知ってますか？はい、知ってますか？誕生日です。そうなんです。加藤ちゃん誕生日です。おめでとう。ありがとうございます。今からみんなでハッピーバースデー歌を大きな声で歌いたいと思います。それではミュージックスタート。Happy birthday.
いいね、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ここでファンの方からのプレゼントが届いてます。ありがとうございます。どうぞ。すごいですよ。おしゃれ。ありがとうございます。ガチャポン、肉球、子供ちゃんっぽい、かわいい肉球。何かな、何かな、落とさないようにね。え、やばありがとうございます。すごい、ちょっと落としそう、なんか怖いぞ。え、かわいい。モテる。じゃあ次にラビッツのスタッフさんとメンバーからのプレゼントがあります。これです。え、すごい。ちょっと壊れちゃってるけど本当はここ、こう繋がってるんですよ。こうやってちょっと壊れちゃってるけど、子供ちゃんにメッセージと子供ちゃんのハートで書かれた写真になります。ここにもちっちゃく6世募集のポスターをちょっと入れましてね。はい、やどうか、これ持てるかどうしようかね。これ入れとった方がいい。あっち入れとこうかな、これは。ちょっとじゃあ次はですね、あら、またファンの方からのがありました。ケーキかな、シャトレーゼ。美味しそう。ありがとうございます。じゃあもう一個メンバーからあります。じゃん、チョコのお菓子。お菓子です。ちょっと子供ちゃんがね、痩せすぎてちょっとあんか恥ずかしいなと思って、もっと太らせようと思って、お菓子のセットを買ってきちゃいました。今痩せないかも。痩せんでいいもん。どんどん太っちゃってこれ食べて。やだじゃあ次は、あら、あら、ちょっとあの、実はですね、一通お手紙が届いてるんですが、お手紙が、ちょっと待ってくださいね。じゃあ手紙を読みたいと思います。琴ノ絵、お誕生日おめでとう。急だったから封筒とか可愛くないけどごめんね。高校は慣れましたか？高校は中学と全然違う楽しさがあるので、思いっきり楽しんで友達たくさん作ってね。まだ出会った頃の琴ノ絵が中2の時かな。あの時からすごく変わったし可愛くなったよね。どんどん成長していく琴ノ絵をお姉ちゃんのような気分で見てるよ。手紙を直接読んであげれなくて残念です。忙しくてダンスの練習にもあまり顔出せてないし、学校も違うけん全然会えてないけど、何か困ったことがあったらいつでも相談しておいでね。私がラビッツを卒業した時すごく泣いてくれたこと今でも覚えてるよ。あんなに私のことを思って泣いてくれてすごく嬉しかった。ありがとう。一緒にステージでお祝いしたかったな。16歳になったんかな。次17歳になった時は絶対一緒にお祝いさせてね。琴ノは頑張り屋さんだからどんどんダンスも上達してるし、私とは全く違うなって思う。ご飯、私ももっと頑張らないと。今度たくさん話したいし、ご飯食べにでも行こう。もちろん私のおごりで。ラビッツを応援してくれているファンの皆さん、これからも琴ノをよろしくお願いします。琴ノが成長する姿、温かい目で見守ってあげてください。本当に琴ノおめでとう。ずっと大好き、元ラビッツリーダーアミナより。アミナからの手紙でした。どうでした？言葉が出ない。
嬉しかった。アンパンマン描いてる。そうそう、アンパンマンね、かわいいね、アンパンマン。この前ね、練習の時に2期生が久しぶりに練習来てくれたんですけど、たくさん差し入れももらって楽しかったね、ほんといっぱい喋れて久しぶりの雰囲気だったなって思います。じゃあこれを琴乃ちゃんに渡します。琴乃ちゃんから何かあるのかな。手紙を必要。あ、じゃあ読んでもらいましょう。どうぞ。まず、ママ。いつも優しくしてくれてありがとうございます。でもね、喧嘩して、許しようとしただけ。泣いて食べてくれたのに、次の日にね、ずっと、すみませんでした。次の日に、あ、じゃあ受験でも推薦落ちて一般検定ダメになった時に志望校変えようとしても、ママは最後まで信じてくれてありがとう。おかげで絶対行きたかったとこにも入学できて、花の JK 生活を送ることができています。お産でここまで育ててくれてありがとうございました。近くならず親孝行します。次にお父さん、普段一回もお父さんとか名前何も言ったことないけど、いつもお手に迎えてくれてありがとうございます。いつも面白い話してくれて楽しいです。これからも迷惑かけるかもしれないけど、よろしくお願いします。そしてファンの皆さん、リフしてこの1年間たくさん応援ありがとうございました。今年は煽りを頑張りたいので、これからの成長を見てきてください。これからもよろしくお願いします。最後にラビッツのスタッフさん、メンバー、中2の頃どん底だったことをラビッツに入れてくれて、ここまで成長させてくれたことに感謝しています。振りを覚えるのが異例の速さと言われて、デビューもわずか2ヶ月ちょっとでできて嬉しかったです。その分辛いこともあったけど、いい思い出です。メンバーにはいろんなことで相談に乗ってくれたり、遊びに行ったりお泊まりしたり、いろいろ話して嬉しいです。特に愛子さんはリーダーやけど、その天然部員には放っておきません。そこ笑い。たまにお尻触るのやめてください。でもたまに相談乗ってくれるとこ嫌いじゃないよ、ハート。これからもこんな愛子ちゃん大好きです。本当にロビッツに入れてたくさんの経験をさせてもらって嬉しいです。これからも期待に応えれるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとう、あゆかにまでメッセージ。嫌いじゃないよって嬉しかった。お尻触るのやめてね。分かった。小道ちゃんと下ネタ言うのやめてね。言ってない。言ってに。言ってない。じゃあ皆さん、どうでしたか、琴乃ちゃんの手紙。とっても感動しましたね。もう私も涙がうわーって出とう。ほら出とう。琴乃ちゃんほどではないけどね。今日はですね、琴乃ちゃんのお母さんと妹ちゃんも見に来てくれて、とてもいい生誕祭にしたいなって思います。まだまだね、この後もステージあるので、ぜひ楽しんでください。じゃあ手紙預かります。じゃあ曲紹介お願いします。次も2曲続けて聴いてください。マジックアイランドとイトクルトです。
いただいているんですが、皆さんに糸島のいいところを毎月一個ずつ一箇所ずつ紹介したいなと思って、今日からその紹介をしたいと思います。イエーイ、皆さん知りたいですか？イエーイ、本当に？イエーイ、リアリー？イエーイ、本当に本当に？イエーイ。そうね、そうね。じゃあもう皆さんがどうしても知りたいっておっしゃってるんで紹介しちゃいましょう。よし。せーの、じゃーん。見えますか？知らん。私たち今から私たちの生まれ育った糸島の魅力を紹介していきたいと思います。本日おすすめするスポットはマイナスイオンがたっぷり浴びれて心も体もリラックスできる白糸の滝です。今日は詳しく紹介していきたいと思うので魅力を分けてみました。じゃあそれでは行きましょう。せーの、魅力その1。ちょっと一部伸ばしちゃって。そうそう、鋼山の中腹に位置する落差約24メートルの糸島で一番有名な滝なんです。鋼山ってどこか分かると？分かるよ、糸島の山やろ。ありがとうございます。皆さん24メートルと言ったらプールの幅と一緒ですよね。端から端までの1メートル足りん。いいと、そんな細かいと関係ない。すごくないですか？24メートルって高いですね。じゃあ次行きましょう。せーの、魅力その2。季節ごとに楽しめます。夏はそうめん流し、冬はそうめんチリやヤマメの釣り堀も大人気なので、お子様連れや家族、友達みんなで楽しめる場所になっています。じゃあここで琴乃ちゃんに今後の見どころを紹介してもらいましょう。5月はヤマメ祭りがあって、5日の金曜日の11時と1時半からラビッツのステージもあります。で、6月は滝開きがあって、7月は10万本のアジサイが満開になります。実はですね、ラビッツのスタッフさんもその アジサイ上に毎年参加しているそうなんです。とっても綺麗なので今度皆さんぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。一緒行こうね。やだ。じゃあ次行きましょう。せーの、魅力その3。米原から車で30分でマイナスイオンたっぷりの癒しの世界へ。なんと白糸の滝は駐車場が150台あるそうなんです。イベントの時は混み合うので早めに行かれてくださいね。あと電車でももちろん大丈夫です。JR 筑前前原駅から白糸行きのバスで30分、その後歩いて25分で着きます。25分もかかるのいかん。いやでもね、25分ってよく考えてみてくださいね。皆さん、ラビッツの曲が1曲、2曲、3曲、4曲、5曲、5曲も聴けるんですよ。ぜひ聴きながら行ってください。お願いします。ということは運動もできて綺麗な景色も見れてマイナスイオンたっぷり浴びれて、きっと大満足な一日になると思います。
と私は車の免許を取ったら加藤ちゃんを乗せて一緒に行きたいと思います。絶対事故るの嫌だ。大丈夫、安全運転で行きます。安全運転で坂が落ちていくやん。大丈夫大丈夫まだ行ったことない方はぜひ、毎年行っている方もぜひ毎月糸島の自然に触れて癒されてください。これで紹介終わります。最後までありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは次で最後の曲になるんですが、ここでちょっと私から琴乃ちゃんにプレゼントがあります。え、何かわかるかな。まずは見えた、あ、見えちゃった、じゃ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 ーん、メガネです。え、もっとやつやんこれ実はですね、琴乃ちゃんのお母さんとお父さんにちょっと協力してもらって、あられちゃんセットを借りてきました。イエーイ。じゃあかぶっちゃって、メガネと帽子を。最後の曲はですね、あられちゃんになりきって踊りたいと思います。え、無理、いいよ。ちなみにですね、私も気づきませんでした。皆さん、あられちゃんの、あ、ヤッキーやん。あよ、ずっとね、これにつけたいって言ったもん。サラダ、なんて、サラダ頭が引っかかる。そう、なんか名前ちょっとすいません忘れちゃいましたけど、あられちゃんセット、メガネもちゃんとあります。なんかおったよね、この人パリピやん。ちょっとメガネ外しますね、さすがにね。お父ちゃん、もしね、帽子邪魔だったらポンってしても大丈夫なんで。かぶれた、かぶれた、かわいい、いい感じ。今シャッターチャンスですよ。あられちゃんの、ことのちゃんかな、ことれちゃん誰、え、カサカサ聞こえてる。いい感じ、いい感じ。じゃあここまでとしときまして、今から最後の曲に入りたいと思います。帽子どうする、置いとく子供ちゃんに、かわいい。じゃあそれでは最後の曲聴いてください。どうぞ。皆さん、最後まで楽しんでいただきましたか？まだまだ琴乃ちゃんの生誕続きます。もっと盛り上がっていきましょう。聴いてください、花火。今上がれ上がれ舞い上がれ、拳上げて空上げて。
やっと受験も終わりまして、僕の耳鼻科、皆さんのおかげで志望校に見事合格することができました。本当にありがとうございます。で、いよいよですね、受験も終わって勢ぞろいできるかなと思っておりましたが、ちょっと残念なお知らせでございます。ご規制の耳鼻科に関してですけれども、まあ家庭の事情でですね、広島の地を離れるということになりまして、ラビッツの活動ができないということで、脱退ということになりました。今までですね、皆さんに応援していただきまして本当ありがとうございます。人数ちょっとまた減りましたけれども、まだまだ後がですね、まあ、ちょっとまだ隠し玉で出していませんが、育っておりますので、近いうちにですね、まあ、皆さんの前に出てくると思います。その時はですね、よろしくお願いいたします。でこの後ラビッツは2時10分、志摩中央公園の方のワイワイフェスタに行きます。で3時半からはですね、卒業生のスイーツの方が、ドームの森で、しますので、皆さんずっとついてきてください。よろしくお願いします。じゃあすみませんが、よろしくお願いいたします。そうなんですよね。悲しいですけど、これからも頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はそのことのために。ケイトライツに来てくださってありがとうございました。これからも応援をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。